お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。さて、今回のテーマは？三菱自動車が最強の水素エンジンを開発？をお送りします。水素は次世代エネルギーとして注目されています。水素を燃料として動くものとして一番有名なのは燃料電池自動車ではないでしょうか。燃料電池自動車は水素から動力を獲得していますが、その仕組みは大体2つあります。水素と酸素の化学反応によって電気を発生させてモーターを動かし、動力源とするタイプと、水素を直接燃料にしてモーターを回転させて走るタイプです。燃料電池自動車が一般に市販され始めたのは2000年代以降ですが、各国で研究が開始されたのは1960年代のことで、実は歴史が古いのです。ただ、最近は特に水素を燃料として使う水素エンジン車が話題になっています。水素を燃料とした水素エンジン自動車ですが、2021年4月22日にトヨタ自動車が水素エンジンで耐久レースに出ることを目標に技術開発に取り組むと発表しました。トヨタ自動車では既存のエンジンをベースとしつつガソリンではない水素を燃料としたエンジンを開発しています。実は水素エンジンの歴史も古く、1800年代にはフランスで製造されていました。日本国内では1970年代から研究開発が始まっていましたが、課題が多く実用化には至りませんでした。2021年のトヨタの発表で、水素を貯蔵する水素タンクや燃料噴射装置などの改良と開発で、いくつかの課題が解決されました。最終的には、5月に富士スピードウェイで開催された24時間耐久レースへの参戦を果たしたのです。また、水素は自動車業界だけではなく、船舶用エンジンの燃料としても注目を集めています。2021年5月18日に日本財団によるゼロエミッション船シンポジウムが開催されました。ゼロエミッション船とは温室効果ガス排出ゼロの船舶のことです。そして、このシンポジウムで川崎重工、ヤンマー、ジャパンエンジンコーポレーションの3社が世界に先駆けて船舶用の水素エンジン開発を進めるための新会社を設立すると発表したのです。この3社は2025年頃の市場投入を目標として2021年4月に水素燃料エンジンの共同開発を目指すコンソーシアム共同事業体を結成すると発表したばかりでした。この新会社ハイエンジ株式会社が中心となり水素燃料エンジン開発を行っています。2050年には、内航海運のゼロエミッションを達成できるようにと目標が掲げられました。このように、海運業界でも、脱炭素排出ガスゼロ、ゼロエミッションの流れが急速に加速しています。他にも、三菱重工グループの三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社と国立研究開発法人産業技術総合研究所が、2019年から、水素エンジンの燃料研究に共同で取り組んでいます。さて、今回は三菱重工の水素エンジンについて解説します。三菱重工グループの三菱重工エンジン&ターボチャージャと産業技術総合研究所産総研は共同で、従来のディーゼルエンジンやガスエンジンをベースとした水素エンジンの開発研究を2019年から進めてきました。そして、ついに、2020年1月21日に MHIET と産総研との共同研究で開発した水素エンジンについて水素利用率 100% で安定燃焼できる条件を見出したと発表したのです。エンジンは MHIET 社製の4ストロークレシプロガスエンジンの GS6R2 から GS16R2 シリーズピストン径 170mm ×ストローク 220mm がベースで水素エンジンとして改良した単気筒エンジンとなっています。このエンジンを福島県郡山市にある産総研の福島再生可能エネルギー研究所に設置し、
試験運用を実施しました。試験の結果、CO2 を排出せずに、クリーンな水素を 100% として安定燃焼できる条件を突き止めました。ムヒートは、水素燃焼技術や産業用ディーゼルエンジン、天然ガスエンジンのノウハウに基づき、水素エンジンの設計と製作、燃焼条件の検討や試験データの評価、分析を実施。産総研は、大型発電用の高出力、高熱効率、DNOX、窒素酸化物、水素エンジンの燃焼技術を開発した実績をもとに、水素エンジンの水素供給設備と試験ベンチの構築、装置運転によるデータ取得を担当しました。水素は、燃えやすく、しかも燃焼速度が速いという特徴があります。そのため、エンジンの中で燃焼しきれなかったガスが外に出て、エンジンの外で爆発、吸気側に炎が逆流してしまうバックファイアやエンジンから金属音が聞こえるノッキングと呼ばれる異常燃焼などが発生しやすく、水素を燃料として利用する場合、何らかの対策が必要でした。そのため、今回の試験では、MHIET 社製の希薄燃料ガスエンジン GSR シリーズを基本に、燃料供給方法や着火方法、バルブタイミング、空気過剰率などの水素の燃焼特性に合わせて改良を加えたのです。その結果、水素燃焼予混合方式での安定燃焼条件の確立に成功しました。今回の試験では、6気筒換算で 340kW、16気筒換算で 920kW までの試験運転に成功しています。今後は、この結果をもとに、さらに試験を進めてデータを蓄積し、多気筒エンジンの開発を続けるそうです。さて、ここで、水素エンジンの仕組みを簡単に紹介しておきましょう。水素を、エンジンの燃料にしようとするとき、水素には、着火エネルギーは小さいものの、着火温度が高いという特徴があることを忘れてはいけません。ガソリンエンジンのような、点火装置を使う場合、水素エネルギーは、燃えやすい特徴がありますが、ディーゼルエンジンのように点火装置がない場合は燃えにくいということを考える必要があります。ガソリンエンジンを基礎とした水素エンジンでは、水素はガソリンに比べて燃えやすいため、バックファイアやノッキング、ブレイグニッションといった異常燃焼が起こりやすいというデメリットがあります。このため、水素が少ない希薄状態で燃焼させるといった対策が必要でした。混合機の圧縮を終えて、これから燃焼に入ろうというタイミングでピストンが伸びきった位置を圧縮上支点と言います。ディーゼルエンジンを基礎とした水素エンジンでは、この圧縮上支点付近で水素を噴射することによって異常燃焼を回避することができる点に注目が集まりました。また、作動媒体をアルゴンにしたことで、燃焼するときに発生する窒素化合物を抑えることが可能になりました。さらに、エンジンシリンダー内温度も高温となるため、着火温度が高い水素でも燃焼が安定する上に、熱効率の向上も期待できるというメリットがありました。燃料噴射装置では、噴射期間やタイミングの細かいコントロールを実現するため、電子制御油圧駆動方式という方式を採用しています。作動方法は、作動ピストンの上面に、作動油圧を常時付加させて、燃料噴射時に、ソレノイドという電磁機能部品でフラット弁を引き上げ、油圧を解放して、燃料の水素の圧力で針弁を持ち上げる方式で、これを採用しています。また、水素は、非常に軽い気体のため、高圧であっても、エンジンの上支点付近での高圧空気中に噴射される時の密度の差が、とても大きなものとなります。そのため、エンジンシリンダー内の空気をうまく利用して効率を上げるためには、噴流の到達距離を石油系噴射装置と同じ程度までにする工夫が必要となります。研究では、この問題を燃料噴射装置の噴孔を拡大することで解決できることが明らかになりました。また、水素の着火温度も約690度以上で良好に着火することが分かってきたので、適正な圧縮比で成立させるには、吸気の余熱が有効となっています。エンジンの効率については、
水素の噴射圧を30メガパスカルと設定しました。その上で、水素の燃料に必要な空気量は石油系燃料よりも少ないことを利用し、低い吸気圧力で通常のエンジンの圧縮比よりも高い 18.3 で運転します。この時、効率は目標値である 40% を超えて 41.6% に達していましたが、窒素酸化物の発生は 3000ppm パーツパーミリオン程度と多くなっていました。これを解決するために、排気ガス再循環装置 EGR を用いて、窒素酸化物を 1000ppm 以下までに抑え、後処理の媒体で、さらに10分の1程度まで低減したのです。このことによって、水素をディーゼル燃焼させる期間でも、効率の目標を 40% に保ちながら、窒素酸化物を 100ppm 程度にすることを実現できたと証明しました。今回の実験では、6気筒換算で 340kW、16気筒換算で 920kW までの試験運転に成功しています。今後は、さらに試験を重ね、多気筒エンジンの開発につなげ、将来的には、水素エンジンとして、60-60気筒エンジンの製品化を目指し、出力としては、350-1000kW のレンジのカバーを目標としています。これらの製品投入は、水素普及が見込まれる2030年代を予定しているようです。MHIET では、さらに将来的に、2019年度に発表したトリプルハイブリッド自立給電システムの改良も視野に入れています。トリプルハイブリッド自立給電システムのおかげで、再生可能エネルギーの不安定な電力を3種類の電源ミックスによって安定化できます。発電設備を E-BLOX と名付け、現在使用しているガスエンジン発電機を今後水素エンジンに変更することで、太陽光発電プラスバッテリープラス水素エンジンの3種類の電源ミックスによる CO2 排出のない自立給電システムを完成させた分散型エネルギーソリューションを提供するとしました。将来の脱炭素社会の実現とエネルギーの安定供給の貢献を目指しています。いかがでしたか？近年、水素を次世代燃料として各分野で研究開発が活発になっています。世界中が日本のこの技術を欲しいと言ってもらえるようになる日も近いかもしれませんね。ただ、近隣諸国に最先端技術が盗まれないようにだけ気をつけてほしいと思います。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。